シリコンバレー銀行が倒産して保険機構の金で預金者には迷惑をかけませんという形をイエレン、財務長官が、発表していますが、この裏のからくりはサブプライムローンの破綻と、そしてそのリーマンブラザーの裏で金が抜かれている。要は政府の金で埋める。政府というのは最終的にはこれ国民の、だからそれを国債を発行して集めた金、その国債を集めた金は国際的に集めるから、日本では東京会場とかいろんなところがその負担をするわけです。だから結局サブリーマンブラザーの時と同じように、サブプライムローンというものの、被害者は全世界の金融機関に広がっちゃうわ。今回のシリコンバレー銀行もその抜かれた金の穴埋めを預金保険機構でやるという形をとっている。それはその政府の管理である。政府は今度は政府の国の国債で、これをまた全世界に割り当てる。まあ信用のアメリカという国が信用のある間に全世界から金を全部集めてしまおうと、そしてデフォルトに持っていくと、まあ、非常に手の込んだ詐欺行為、国家的詐欺行為がこれからどんどん世界の中へ。だから全てが詐欺なんです。イカサマなんです、これは。だから真面目にやって、真面目に解釈してたんでは、これは本当のことがわからないまま終わってしまう。騙されっぱなしで。だからリーマンブラザーは、もともとはこれはロスチャイルド家の番頭のシェフ紹介、これリーマンブラザーに名前が変わって最後国際詐欺をやったわけです。だから金を集める、そして集めた金を全部吸い上げちゃって別の勘定へ移しちゃう、そして銀行が破綻する。預金保険機構というのも、これを日本でもやったんだけど、これでいわゆる銀行預金者を守るという。今回は、まあ、法律において守る金額はある一定金額に抑えられてるんだけど、今回は全額のようなことを言ってる。全額カバーする。だから被害預金者は被害を被ることはないと。そうするとそのカバーした元はそれを埋めなきゃいかん。だからそれは政府が埋めた、その政府の埋めた金は借金する、で国債を発行して金を集めるという、まあ、おそらく日本もそのうちの何割かは回ってくるでしょう。米国債で金を出せと、金利が高いからいいだろうと、まあ、こういうような形で金は日本からも動くのではないかと。もちろん
NATO 諸国の金融機関にも割り当てられる。結局バーンと10兆の20兆なりが損をして、そして、それを誰が穴埋めするかという、今回の場合はアメリカ合衆国政府がこれを全部保証すると言ってるわけです。だから預金した人には全額返ってくるであろうと。そうするとその分を世界中の金融機関に全部再割引さすという。その結果、損をするのは日本とかインドネシアとかシンガポールだとかマレーシアだとかタイだとか、まあ、東南アジア、ASEAN ではそういうところが損をする。そうなったらリーマンブラザーズのサブプライムローンと一緒、同じことになるわけです。世界中でその損を全部引き受けちゃうと。だからその最初の抜いた人はその金を盗んで、そしてどっかへ蓄えていると。だからこれはもう大体共通したパターンで、これからどんどん世界中のお金が一極にザーッと吸い上げられていって、全部破綻に持っていくという形になるのではないかと私は思います。マコリンさん、おはようございます。池江さん、おはようございます。中野さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。だるま大輝さん、おはようございます。山さん、おはようございます。 SA さん、おはようございます。シリコンバレー銀行の話聞きたかったですとコメントがあります。ご質問は今のところ来てないです。